皆さんこんにちは。今回は、ガチャを引いていくんですけど、今日はね、このね、23層の椿ちゃんの横から、お送りしてるんですが、なんかね、このゲームさ、これ BGM?これオンになってて、今 BGM 動画に入ってるのかな、多分入ってると思うんですけど、最近なんか聞こえなかったんですよ。で、今動画撮るためにイヤホンマイク挿してみたら、なぜかあの音楽が聞こえて、で初めてここの音楽聞いた聞いたような、気がする。いや聞いた、多分で、どのオーダーを引いていくかというと、こちらなんですけど、実は、すでにこのオーダー俺2周してます2周してて、で、これだけ出たんで、23層のね、火力がね、できるってことで、結構ね、俺自分のこと雑魚だと思ってたんですけど、案外ね、スキルが揃ってきてて、火力が、実は出るっていうね。いろいろね、そのね、俺のガチャ動画よく見てくれてる人はわかると思うんですけど、レンのアクセルとか、あと水戸のアクセルとか引いてて、俺アクセルの時代が来るって勝手に思ってるって話してたと思うんですけど、本当にアクセルの時代が来ちゃって。で、なんか、編成、いろいろね、この道中も揃ってるんですよ。道中は、これでワンパンができると。で、道中終わったら、セットチェンジでこっちに切り替えて、で、弓のコネクトを打って、ちょっとこれクロスファイアってやつ入ってて、ちょっとモーションがあれなんですけど、スイッチが、溜まるってことで、編成、ゴミみてえな編成、なんでこんなの入れてんのっていうのが入ってるんですけど、スタックブーストが、3枚しかなくてですね。で、なんでこんなゴミみてえな小春入ってるか、なんで入ってんだ。あ、こっちも小春か。入ってるかというと、これの、効果が小春2枚で、何?状態上じゃねえや、バフスタックが上がるんですよ。小春2枚条件で。だから入ってるんですけど、これなんか、もうちょっと抜いて、回復かなんかにするかなとか、噴光とかね。で、とりあえず噴光で、これ入ってるんですけど、なんかとりあえずね、そうそう、あと、配布優位を入れて、覚醒してすぐ、こっちのアクセルセットに切り替えちゃうんですけど、あ、やべ、これはもう、これガチャ動画なので23層の編成とかね、説明してるとちょっとね、時間がね、どんどん過ぎていくんですけど、なんかこれがさ、水パワーらなくて、これをしょうがなく入れてて、そのためだけに、でアリス2枚入れてて、で、別にこのセット覚醒しないから、こういうお茶会アリスとか、アリス条件満たすためだけに入れてたりするんですけど、何気、こういうのもね、当たったり揃ってるってことで、ほんとね、ざっくり、23層についての動画はね、いずれ出そうかなと。思ってるんで、作るのめんどくせえなって感じがあるんで、これが欲しかった。これが欲しくて、すでに2周してたんですけど、エギルしか出なくて、これはかな。これも、あったら嬉しい。探検で火傷ブーストっていうのがいいですね。探検で、ちょっと状態上ブーストあると、23層ですごくいいんで、探検っていうのがね、大事。片手直剣でも火傷ブーストあるけど、探検っていうのが大事。とりあえず、そうそうそう、これね、あともう一つ言っておくのが、これ、ステップ3式なんですよ。で、ほんと上級者が使うようなスキルが入ってて、そう、配下金向けみたいな設定の、当たりにくいオーダーなんで、37周してようやくエギルが出たっていう人もいるんで、正直、この一回、この一周で出るか分かんないですけど、ちょっと、引いていこうかなと思います。どっちかっていうとね、当たりやすさで言えば、こっちの、片手コンフルバーストですけど、こっちのね、片手コンもね、使いようによっては、いいのかなって思います。ミッドアクセルがあるんで、おののがいいんですけど、ちょっとね、あんま、ジェム使いたくない人はそっちも、あとね、これでね、アクセルステップアップオーダーで、
まあ、弓の水パイルとか、まあ、引けたらな嬉しいけど、まあちょっとそんな引く余裕ないですね。あとイーディスはおすすめしにくいですね、ビギナーにも。ちょっと、ビギナーはどっちかっていうとこっちで、このバイタルアセンションとか、まあ、そうですね、片手直剣フルバースト、まあ引いてった方がいいと思うんですけど、その前にやっぱバイタルアセンションとかね、 あとはまあ、他のもね結構いいのは、これなんだろう、これなんだ、噴火で打弱 30% の残り HP 割合かける50の、あ、これソードスキルか。あー、まあまあまあ、1枠のモッド素材になるのがいいですね。うん、そうですね。あ、やべ、ちょっとね、あんまり話しすぎると長引いてしまうんで、とりあえずねステップ1を引いていこうかと思います。あ、やべ、鼻水出ちった。実はね、ちょっと多分ね動画編集でカットかなんかしてるんじゃないかって思うんですけど、鼻水出ちゃってしゃみして、いや、ちょっと待って、近くにティッシュがない、ティッシュがない。あ、やべ、鼻しんどい。ゴリゴリ娘、ゴリゴリ、あー、鼻が、あー、やべ、なんか、ね、季節の変わり目っていうのかな、なんかね、ちょ、これ風邪ひいちゃって、もうね、体中だるくて、もう穴ドリル小学生、もうね、最近やっぱ、俺ちょっとバイトしてるんですけど、バイト先でも、ちょ、体調悪くなったっつって、ずーっと来てない方とかいて、最近ちょっとね、コロナも流行ってるってことで、皆さんもね、気をつけてください。ほんとね、これ、季節の変わり目、ミヒマル GT、季節の変わり目がね、ほんとに一番ね、なんか眠い、あくびがやめてまいせ、やばい、なんか出そうで出ないあくび。おけつに剣ぶっ刺し牙を、これさ、斧はもう飛ばすか、斧はもういいよ、あ、斧はもういいよ、これを斧さ、俺もう貫突してるんですよ、フルバだから、もう一回斧のフルバ来たらメモリア小石台がもらえると思いますそしたらね、まあ別に被ったら被ったで、まあ悪くは、もうまあ悪いな、うん、普通に新規スキル更新で、まあとりあえずステップ3までは引きますか。まあどうせ爆死するでしょう。まあ爆死したら爆死したでね。まあ最近爆死動画上げてないんで、まあまあそれはそれでいいのかなって思いますね。うん。なんかずっとね、その神引きしましたとかね。まあそんなの見ててもつまんないやろっていう人が、なんか、うん。俺が爆死すんのをずっと楽しみにしておりましたってお便りをね、いただいてるんで、ちょっとたまにはね、爆死してるところをお見せした方がいいのかなっていう謎の気遣いをちょっと見せていこうかなと。フラッシュたかない女、お、アビリティ来てほしいな、覚醒の演出。あー、来なかった。ゴリゴリ、ゴリゴリちゃん、エネゴリちゃん、あ、これは、あ、スミス来たじゃん、ミスタースミス。ミスタースミス、なんか腕組んでて偉そうですよね、マジで。言うほどそんな性能良くないんですよね。もう、なんか腕組んでてやたら偉そうな、ほら、星が2しかないんですよ。やたら偉そう男なんですよね。頭にね、髪の毛ない。頭に髪の毛ないのは別に関係ないか。関係ないですけど、頭、とりあえず髪の毛ないっていうことだけちょっとお伝えしようかなと思いまして、大事な情報なので、やっぱ俺の普段公開してる攻略情報より髪の毛ない情報のがやっぱ大事だと思うんで、そちらをね強く強調していこうかなと思います。これステップ3ですけれども、ステップ3、声高らかに幸が出てきましたけど、これさ、なんか新しいボイスとか、なんかこの前出てたけど、
どういうとこにお金使ってんの。あ、てか新しい新規ボイスだったんかな。必殺スマイリング、さっき必殺スマイルってなんか必殺なんか必ず殺すって書いて必殺じゃないですか。そういうスマイルしたら敵銀もう確実に死ぬんじゃないでしょうか。必殺スマイルアスナ、皆さんもねぜひね使ってみてください。必殺スマイルアスナ、クリティカル耐性あるボスに使ってみてください。おそらく使ったところでクリティカルは出ないと思います。バフはお任せリズベット、片手直剣のマークはもう、あ、もう今回はあれですね、何連目とか数えてないですね。あ、おお、危ね危ね、まだ確定枠じゃねえ。確定枠来たらね、もう俺はちょっとこの端末をぶん投げるところでしたね。確定枠でアビリティじゃなかった。でもさ、ステさんの確定枠とかさ、はぁ、マジな、な、くっそ、舐めてんのかこの野郎がよ。ちょっとおかしいでしょ。おかしいって、持ってるよこれ。いいスキルなんだけどさ、これモッドの素材になるんですけど、あー、もうなんでこ、あん、なんでこんな。俺さ、ちょっと課金したんやけど、あー、バカじゃねえのマジで、これしょうもねえな、このゲームしょうもねえなマジで。しょう、あ、あ、ちょっと、なんか誰かの募集を勝手に見てしまった。しょうもねえなこのゲーム。なん、どんな、どういう思考してこんなゲーム作ってるんですかマジで。もう毎日ね、感謝の160円コツコツ買ってってこのざまよ。あ、これ探索引いてねえや、探索引いとこう。まあさ、2周でさ、イギル来たって言って、とりあえずね、まあ、爆死したってことで、そうですね、視聴者の皆さんね、ニヤニヤしていることかと思います。これでね、皆さんがね、気持ちいいと思うんで、このまま終わろうかと思います。クソが。クソが。もうやだ、マジで。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はね、ぜひね、チャンネル登録解除してみてください。俺のやる気がなくなります。引退するかもしんないんで、ぜひね、チャンネル登録の解除をね、お願いいたします。ではまた。